こんにちは、ミランです。今日はですね、結構暑いんで、セブンイレブンのこちらの冷やし中華をいただこうということで、6種類の具材たっぷり入ってる冷やし中華をいただきたいと思います。それでは、こちらのですね、冷やし中華にどんなもの入ってるのかを一緒に見てみましょう。どの辺から開けていこうか。こちらで今開けています。ですね、片手でカメラを持ちながら開けるのはなかなかいい映像撮れないというのがあるんですけれども、とりあえずここに持ってきますか。こちらには和からしとこちらのスープが入っています。スープを入れた後に何を入れるかというと、こちらの具材を入れていきたいと思います。まずはこちらのわかめを入れて、その後にこちらのだし巻き卵を入れて、もやし、これうまいですよね。もやしときゅうりを入れて、こちらの肉を入れて、最後はこっち残ってるやつはもうガチャってるような感じで。入れた後に何を入れるかというと、こちらにですね、からしを入れたいと思います。からしをどれぐらい入れるかなんですが、ちょっとスープのところに入れましょうか。はい、からしも入れました。からしを入れたらですね、次に混ぜたいと思います。しっかり混ぜたいが、ゆり混ぜて、全部混ざっちゃいましたけれども、こんな感じですね。それではいただきたいと思います。夏にですね、食べるこちらの冷やし中華、その中にもですね、このセブンイレブンの冷やし中華ですね、めちゃくちゃうまいです。麺の太さだったり、あと入ってる具材もですね、いろんな具材が入ってるから、めちゃくちゃ美味しいですね。そしてもやしと生姜、もやし、生姜、だし巻き卵、肉、チャーシューかな、あとこちらのわかめをセットにしてからしはどっか行っちゃいましたけど、多分混ざってます。そこまで辛くないです。で、こんな感じですね。うん。組み合わせ、結構いい感じですね。僕は日本に来てですね、初めてこの冷たい、中華、冷やし中華、食べた時にですね、これ感動しましたね。麺が冷たいのに、このスープというか、そのスープの味と、それらの具材とかで、こんなにうまいんだと。感動しました。いつもはですね、ジャストサイズとしては、これよりもうワンサイズ小さい、やつあるんですけど、そちらを買うというか食べることが多いんですけど、今日はそのミニ、これよりワンサイズ小さいやつがですねなかったんで、がっつり食べようということでこちらにしました。この冷やし中華に、似てるようなですね。例えば、そばとかも結構うまいんですよね。夏食べるそば。特にとろろそばとかは僕結構好きです。生姜ですね、生姜。うん。うまっ。ちょっと水忘れたんで、水持ってきますね。水はですね、こちらのサーモスかな、冷たい水を入れておくとおいしい。水、飲み物の中でもですね、冷たい水、新鮮な水ってめちゃくちゃおいしいですよね。僕はもう水があればもうドリンクとしては水あればもうそれで十分みたいな。水は結構飲みます。この冷やし中華の量もですね、そこまで多くないですよね。このビッグサイズでも値段はいくらでしたっけ、これ。値段は税込みで540円。540円でこんないっぱいですね。具材が入ってる。冷やし中華食べれるというのはやっぱあれですよね。単純に考えて計算してですね、6種類の具材入ってるでしょ。で6種類の具材をじゃあ100円ずつ、って考えてもそれだけで600円、540円なんですけど、麺はもうタダで入ってるみたいな感じですよね。がっつりこうご飯は食べたくないけどお腹いっぱいにもしたい。でちょっとヘルシーでもいきたい。そしてちょっと冷たいものがいいってなった時にこの冷やし中華最高ですよね。からしは多分スープに染み込んでてスープの方が辛い。ちょっと飲んでみるか。美味しい。このスープは全部飲むかどうかちょっとわかんないのでとりあえず具材だけは全部食べて、まあ、ラーメンだったらねスープは飲んだりするんですけど、この冷やし中華のスープはどうすればいいのか。飲む人もいますか？ちなみに飲んでいいやつかどうかとか、飲んでいい、まあ食べ物だから飲み物というかスープだから多分飲んでも大丈夫だと思うんですけど、飲む派とか飲まない派みたいな言いますかね。これはおいしい。スープも残ってますしね。少しなら替え玉というか替え中華麺いけるぐらい美味しいです。めちゃくちゃうまいですね。これは多分毎年ですね、夏土日とかあと休みの日の昼に何食べようかなってなった時に冷やし中華みたいな、冷やし中華を押すというか食べたくなるんですよね。はい、ということで今日はですね、セブンイレブンの冷やし中華をいただきました。めちゃくちゃ美味しくいただきました。ごちそうさまでした。それではまた。